どうも、どうも、こんばんは。めちゃです。はげちゃんです。今日はどこにいますか。今日はね、やっぱりあの口の無難さんですかね。あ、無難さんですか。美味しい。じゃあ、まず僕ら乾杯やりましょうか。おお、涙が出てきましたね。はい、はい、はい。どうも、おやすみ。おはようございます。ロセのお客様は。はい。すいません。はい、すいません。はい、いいでしょ。そうですね。お題毎使ってるんですか。わかんねえ。19。ああ、すいません。もったいねえ。まだ19だ。あ、そうです。じゃあ、鍵だ。はい。ああ、すいません。未成年ちょっとね。そうですね。あ、すいません。あ、やばい。あ、すいません。これもね、ちょっとかけちゃん食べる？食べる。ちょうどいい感じ。レモンと梅ソース3択サラダでお願いします。もうこの時期はこれにかけるね。これはピリ辛に仕上がってるので、こちらをどうぞ。ありそうですね。まずお塩。あったまります。おいしいです。でもっと柔らかです。どうなんですね、バジルは。いただきます。なんでこれを見てるの？早く食べてみて。これは何だ？次はだな。これだった。アボカドの豆腐漬。アボカドの味ですか？うん。豆腐に漬けたような色はしてないですね。どんな味なんでしょう？いただきます。トロットロですね。うん。お酒が進みそうです。これ日本酒最高です。合います。これ食べてみないとわかんないけど、どう料理にしてるんでしょう。でもね、口の中に入れて、楽しんでいただきます。これ、アボカドを、マサージを少し入って、新しいアボカドの世界。はい、4カ月も。乳酸菌が入ってる。醤油が入ってる。醤油、醤油ね。じゃあ、行きましょう。次はあん肝でございます。これも、この時期のボールですね。いただきます。美味しいですね。本当に冬場のあん肝。あん肝、最高です。梅ちゃんもどうぞ。いいですか？いや、これ、食の良くなると、すいません。こうなんか、広げられた話を。さっぱりです。美味しい。カメラ止めるな状況ですか。ちょっと日本酒飲んでみる。飲みますね。止めていきませんよ。はい、飲みちゃダメ。これ酸味が効いてるんで合いますわ。日本酒もやっぱり気になりますね。美味しい。この時期はいいですね。日本酒美味しい時期でございます。はい、じゃあこちら牡蠣ですね。牡蠣もこの時期ですね。どうしよう。タルタルとして僕はいっちゃいます。いただきます。あっ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 。じゃあ僕は気をつけてちょっとシンプルに。でも味が濃い。本当ですか。めちゃくちゃ味が濃いですね。うん、生きててよかった、日本人でよかったって味ですよ。濃厚ね。これどこの牡蠣なんだろう。
か、そして周りはサクサクで中はジューシー、甘みたっぷりとたまらないチーズですね。何しろ私見てたら3本言われてる中なかなか出してほしい少ないので、うん、いいですね。本当はね、生のカニが好きなんですよ、ね、なかなか今日は取れないということで仕方ないです。でもこれはすごく美味しい。普段じゃないけど濃厚な味わいございます。ごちそうさまでした。今日のお酒のおつまみ、アボカドの醤油、それから、あん肝です。そしたら冬最高ですね。あとは次ですね、牡蠣のフライです。やっぱ冬名物、つまみがたっぷり、そして普段ベースあるもつ鍋です。今日はピリ辛にしました。乾杯。はい、そちらは何ですか。加賀屋です。あ、そうですか。今日は群馬の大勢の雪解けじゃなく大勢の雪解けなんです。色はワインですか。いや、そうです、日本酒です。日本酒のロゼ、多分この辺を使ってるんではないかと思います。この後はこれ頼みます。はい、じゃあこの後も倒します。あ、もうぐつぐつしてきました、ね、じゃあさらにいい塩梅ですね。追加でトッピングですよ。これですね、先ほどこっそりお願いします。さすが梅ちゃんですね。野菜を入れて、これですね、あの武田さんですね、好きなやつをね、先ほど金ってやつをどんどんトッピングできるんですね。鶏の鍋ですね、ここに豚を入れる。さっきもつ鍋だったんで、新しく豚に変えました。あ、これはいい。私が出てるところに豚は、はい、いいですね。いや、これで、あとはですね、美味しそう。今日、これいいですね。こういう感じですね、いろいろ楽しめるところがいい。さすが武田さん。さあ、これで今日は締めて、最初は大人の山頂と言われながら、一緒にこれから何変わったところで、山田さんとか、本当は欲しいですね、私も。そうですね、長く積んでほしいです。じゃあ、今週も五番からお届けしました。また来週。では、乾杯。乾杯。